火を燃やすっていうのは楽しいんじゃない。それから中に自分の作品が入ってると思うとね、やっぱり楽しみですよ。どんな風になるのかなとかね。久しぶりですね。ああ久しぶりです。地震から5ヶ月、ようやく上がった鈴焼きの炎。のろしですね。のろしをあげたい、復興の煙をあげたい。再建に向けてもがく一人の作家を追いました。開国色の落ち着いた美しさが魅力の鈴市の伝統工芸品鈴焼き。歴史は古く、12世紀から15世紀にかけて能登半島で作られていました。中世の日本を代表する焼き物の一つで、北海道から福井県にかけての日本海側に広く流通していました。一度は衰退した鈴焼きでしたが、1970年代に鈴市や鈴商工会議所が復興の取り組みを始め、今に至ります。どうせ壊すんですけど。鈴市生まれの米田初夫さん、74歳。鈴市役所を定年で退職した14年前に鈴焼きの世界に入りました。今は三崎町の仮設住宅に夫婦2人で暮らしています。ここがキッチンで、こっちがトイレとお風呂。でここが夫婦2人、ここが寝室。それでここが今ですかね。3月中旬から仮設住宅での暮らしをスタートさせましたが、それまでは近くの体育館で避難生活を続けていました。体育館の中の避難所から思えばもう最高ですよ、本当にありがたい。風呂があって、トイレがあって、水が出て、テレビまで見れるなんて、これ最初の頃の避難所のことを思えば本当に最高です。生まれも育ちも鈴、変わり果てた町を前にしても鈴を離れることは考えていません。離れる人もいるんですかね。あ、全然いますね。今私の集落で44軒なんだけど、今では14、5人今離れてます。戻ってこない可能性も。そうですね、その可能性があります。築100年以上の自宅は全壊。売りに出すはずだった作品も地震の被害を受けました。ここももう天井が落ちてきたね。私は外にいたから、まあ怪我もなかったけど、で向こうはもう空が見える。抜けてあそこまでガーッと行ってるから、ミキミキバキバキって、ほんとね、そういう状況ですよ。初めての経験。それでも諦めることなく作品は作り続けています。当時は作品はね、向こうの方で電気をと最初は全然ダメだったんだけど、なんとかこれを釜焚きをやろうということで、ちょっとこちらの方で工房まがいのものがあるんですけど、そこを今改良して なんとかこれやる。米田さんの工房に行く間にも地震の被害は至る所に残ります。手塩にかけて制作した作品も割れたまま野ざらしになっています。なんとかかろうじてね、こんなここをなんとかここまでやった。これガタ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 火を絶やしたくない、その思いで4月から鈴市陶芸センターの共同窯の修復を始めました。レンガは手直し、煙突も仮のものです。おはようございます。おはようございます。今日いよいよですね。はい、そうですね。初釜で。はい。どんな
気分でどんな朝を迎えました？なんせね、あの共同窯ということで、あの鈴市長にもお願いして、まあ、作ってくれたんですけど、あの初めての窯なんでちょっとドキドキですね。ワクワクとか緊張の中だと一番強いのはワクワクですよ。本当は本心はワクワク、初めて窯あの火あげますからね。本当はワクワクなんだけど緊張もしてます。それからいい作品ができますように皆さんであの祈願したいと思います。はい、鈴焼振興会のメンバー6人が集まりました。じゃあほんなら、はい、またあの3日間頑張りましょう。はい、はい、お願いします。さあ、なら、もう鈴木さんなら火付け、はい、ライター持ってる鈴木さんが火付けがかりです。火を燃やすっていうのは楽しいんじゃない？それから中に自分の作品が入ってると思うとね、やっぱり楽しみですよ。どんな風になるのかなとかね。のろしですね、のろしを上げたい、ね、復興の煙を上げたい、ね、うまく焼けりゃいいけどね。煙は細く以前までとは違いますが、確かに上がった復興ののろし。今日は第一歩で、まあ、あの煙も予定通り上がりましたし、まあ、いわゆる復興ののろしも上がったわけなんですけど、と私らは思ってるんですけど、まあ、これからは自分の窯作ったり、それからいろいろそれぞれの人がね窯も復元したりしては、あの鈴焼がますます復興できるように、頑張りたいと思っています。鈴焼の再建はここから始まります。